ことはこの山を越えて聖地手前の村をまっすぐに目指せばいいってことか。そうなるな。そこから聖地までは道があるようだし、それにその村で一度休んだ方がいい。本当に大丈夫？少し休まなくていいの？無理をして明日動けなくなっても知らないぞ。頑張るのはいいけどよ、いつまで続くかね。あんまり意地張るなよ。無理すんなって言ってんだろ。マリコさん、焦る気持ちもわかるけど、無理しないでね。本当に動けなくなるぞ。無理をしてもいいことはない。どっから落ちてきたんだ？上の方だって？これって、おい！立ち止まるな。先に進め。捕まれ！
二人とも大丈夫か？私は大丈夫だけど、ウルキ大丈夫？顔色が悪いみたいだけど。ああ、二人も抱えて飛ぶなんて力技を使っちまったからな。ちょっと力を使いすぎたか。トミテとヒキツは？飛ぶ最後にチラッと見たけど、雪崩に飲み込まれたってより逆らわずにうまく流されたって感じだったな。まあ、あいつらなら簡単にくたばるわけねえし、大丈夫だろう。地図は富手が持ってたんだろう。なら、目的の村まで何とかしてくんだろう。俺たちは、先に進んだ方がいい。わかったわ。二人を信じて先に進みましょう。ええ、私あの二人を信じているから。今はマリコさんを連れて行く方が先決よ。今頃自覚したのか。本当なら残りの七星子を探さなくちゃならねえし、それにお前と一緒にいるとあいつも本気で帰る気になるかもな。ないな。いや、一つあるか。
目的の村までさっさと歩け。いつの間に仲良しになったの？なるわけねえだろ。ちょっと、そういう言い方はないでしょ。俺は本当のことを言っただけだって。マリコさん、気にしないで。ウルキっていつもこうなのよ。おい待てよ。じゃあいつもの俺ってどんなんだよ。あら、自分のことなのに分かってないのかしら。いや、おっと、先の様子が心配だな。ちょっと見てくる。意地悪なんだから。マリコさん、今日はここで夜明かしだな。俺は見回りをしてくる。私は薪を集めてこようかしら。あんまり遠くに行くんじゃねえぞ。お前はいいからここにいろ。外をフラフラされて余計な問題を起こされたくねえんだよ。それに疲れてんだろ。さっさと休んでくれねえと明日が困るぜ。ちょっと、ウルキ言い過ぎよ。マリコさんだって頑張ろうとしてるのに。でも、マリコさんはここで休んでいた方がいいわ。寒いかもしれないけど、
ちょっと待っててね。そんなことできっかよ。ウルキのバカ。マリコさん、起きてたの？そりゃ、タキコの声がでかいからだろ。ちょっと気晴らしに散歩してみねえか。お前以外に誰がいるんだよ。ほら、行くぞ。マリコさん、追いかけて。今日は悪かった。お前が頑張ろうとしてるのは分かってて、いろいろ当たっちまって。
咲子は律儀すぎるというか頑固っていうか、それだそれだ。悪い、怪我ないか？本当に平気か？今のが原因で歩けねえとか言うなよ。悪い。そろそろ戻るか。